27日公開の映画、祈りの幕が降りる時、毎日新聞社など制作委員会で主演の刑事役を務める俳優の安倍博さんが19日、愛知県警中村署を訪れ、防犯講習を受けた。署員らが安倍さんに車上狙いの手口やナンバープレートの盗難防止用ネジの取り付け方などを実演。犯人逮捕の実技訓練では、説得方法や、 鳥を彩術などを鋭い目つきで見入っていた。映画では、警視庁日本橋署の刑事、加賀京一郎を熱演。本物の警察官の動きを目の当たりにし、撮影とは違い、実際は泥臭くて慎重な仕事。すごく勉強になったと役作りの参考にしていた。西川瞳。